校隅から隅までこの番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます今年度最初の校区隅から隅までは三和小学校ですまずは三和小学校の校歌をお送りしましょう の校区隅から隅までは三和小学校です続いて三和小学校ナビゲーター委員会5年生8名の皆さんの登場です今日は三和小学校ナビゲーター委員会5年生の皆さんにお話を聞いていきますではまずお名前教えてください島山リーナですはい、島山さん三和小学校がどんな学校か教えてもらえますか 宮小学校は今年で創立117年を迎える三田市で2番目に古い歴史のある小学校です。秋になると近くの山の紅葉が美しくその頃に宮古祭というお祭りがあります。地域の人たちと私たちが協力して開催する楽しいお祭りです。またたた地域の人と一緒に育てて野菜を調理して食べたり 駅前商店街のお店へ行って話を聞いたり仕事のお手伝いをさせてもらうこともあります私たちの学校はいろんな体験ができ笑顔がいっぱいの元気な小学校ですそうなんですねあのみわっ祭りは愛しみさん楽しみにしてると思いますけれども下山さんは去年行かれましたかはいはいどうでしたか楽しかったです何が楽しかったですか くじ引きです、うん。何か当たったのかな。絶対当たる、うんうん。あ、絶対当たるのがそうですか。わかりました。また今年も楽しんでください。ありがとうございます。はいでは続いてお名前を教えてください。中林美優です。はいでは中林さん、三わ小学校の好きなところを教えてください。私が三わ小学校の好きなところは高学年が低学年に優しくしているところです。そしてみんなが協力しているからいい学校なんだと思います。 そうなんですね高学年が低学年に優しいということは中林さんも高学年ですけれども低学年の皆さんとは仲良くしてますかはい仲良くしてますはいどんな遊びをしてますか鬼ごっことかしてますはいありがとうございますでは続いてお名前を教えてください安倍文康ですはいでは安倍さん三和小学校5年生についてお話を聞きますがどんな学年ですか 一組の浅田先生はたま暇があったらどっちボールに参加してくれます。二組の松下先生の世界のがど国がどこにあるかのクイズでに賑やかです。そうなんですね。ねちなみに安倍さんは一組二組どっちですか。一組です。一組そうですか。どっちボール楽しいですか。 えっと、あ、あんまり参加できてません。ああそうなんですね。で、またこれから参加してみてください。はい、ありがとうございます。では、続いてお名前を教えてください。斉藤辰巳です。はい、では、斉藤さんには校区のことを聞きたいと思いますが、うん、どんなものが宮小学校の校区にありますか、えー。みんなも知っているキッピーモールがあります。校区の中で好きなところありますか。えー、校区の中には駅があるので、特に僕の家は先祖の隣なので、駅が好きです。 そうなんですねありがとうございますはいでは続いてお名前を教えてください福泉伊藤ですはいでは福泉さんには1年生を迎える会のお話を聞いていきます5月10日に1年生を迎える会があったと聞いているんですがどんなことしましたか まず最初にザビエルというゲームをしましたその後に五年生と一年生が手をつないで借り物大会をしました次に六年生がクイズを混じらせた劇をしてくれたので一年生も喜んでいましたそして最後に一年生からサプライズで歌を歌ってくれましたそうなんですねたくさんの催しがあったようですけれども一つ気になったこのザビエルってどんなゲームですかえっと舞台に出て ポーズをしている人がいてその人とポーズが重なったらアウトというゲームですはいありがとうございますでは続いてお名前を教えてください田中いろはですはい今たくさんの一年生を迎える会で催しをね <laughs> されたということでお話を聞きましたが一年生どんな様子でしたか一年生がえ笑顔で楽しくしてくれていましたそれを見てどう思いましたか嬉しかったですはいありがとうございますはいでは続いてお名前を教えてください藤崎翔です はいでは藤滝さんナビゲーター委員会の皆さんこの一年生を迎える会ではどんな役割をしたのか教えてもらえますか司会をしたりゲームを作ったりしましたはいその中で藤滝さんは何をしたんですか司会ですはいしてみていかがでしたか緊張して声があんまり出なかった <laughs> そうなんですねわかりましたありがとうございますはいでは最後お名前を教えてください前川智晴ですはいでは前川さん一年生を迎える会の感想を教えてください えっと一年生が楽しく笑っていたので、嬉しかったです。うん、そうなんですね。いろんな催しがありましたけど、その中で前川さん何が一番楽しかったですか。ザビエルです。はい、ありがとうございます。最後に五年生で頑張りたいことをお聞きしました。下山リーナです。五年生で頑張りたいことは、私は勉強が苦手なので、頑張りたいです。 中林美優です。私が5年生で頑張りたいことは、みんなで協力して友達を信じて優しい5年生でいたいです。と安倍文也です。ナビゲーター委員会はたくさんの司会やイベ,イ,ベイベントの準備などをするので頑張りたいです。斉藤辰美です、えー。頑張りたいことは、5年生のクラスの目標が協力・全力・ 心を一つになので、それをできるだけ心がけたいです。福泉とはです。5年生で頑張りたいことは苦手なことにたくさん挑戦したいです。田中いろはです。人前に立つのが苦手なので、それをあの得意にしたいです。藤崎翔です。5年生で頑張りたいことはナビゲーター委員会の仕事です。 前川とんはるです。5年生で頑張りたいことは、運動をたくさんしたいです。今日の校区隅から隅までは三輪小学校でした。三輪小学校ナビゲーター委員会、5年生の皆さんに、三輪小学校や校区のこと、5月10日に行われた1年生を迎える会についてお話を伺いました。 コ区隅から隅まで。この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと月曜日のお昼12時45分頃から行っています。次回の放送は6月1日土曜日、広野小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。